下永田一丁目よりビビです。はい、ってことで、ね、本日もここパンツショップアベニューにやってまいりましたってことで、最後までよろしくお願いします。はい、ってことでね、今回はあのね、パンツショップアベニューね、ジーンズがね、まあめちゃめちゃこう見てもらえば大量にありますけど、実はね、チノパンもねめちゃくちゃあるんですよ。まあね、今これ持ってるのはダルチザンのチノパンですけど、まあこれも生地がねものすごい生地してますけど、まあね、今日はねちょっとチノパンを何本か履いてみようということで、私と平野さんが履きますので、ぜひとも見てってくださいってことで、レッツゴー。はい、ってことで、デニムキングの大野さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで、これチノパンをここに用意してもらったんですけども、そうですね、はい、今日ちょっとチノパン特集ということで、特集やっちゃいましょうやっちゃ、はい、これはあれですね、東映エンタープライズのバズリクソンのチノパンですけど、バズリクソン、まあ、はい、3種類、今3種類あるんですけど、はい、一番これでも一番タイト、あ、タイトめのやつを用意してくれたんですか、これ、はい、タイトというか今これしか売れてないんで、はい、あ、そうなんですか、他のもあるけど売れてるチノパンなんですか、これは。そうなんですね。え、チノパンって今タイトの方が売れるんですか。いや、はい、そうでもない、もう話先行っちゃった。あ、先行っちゃった、すいませんはい、最近は、はい、まあ要するにバズリクションの中では一応一番タイトで、はい、今までは一番売れてたというやつですね。今までは一番売れてた、はいはいはい、で、まあ、まだしばらくは続くかもしれないけど、お、ええ、で、そのじゃあ今度いきなりこっち行っちゃおうか。いきなりこっち、これがね、それは、はい、昨日だか一昨日入って、昨日休みだから一昨日か、今週の新商品じゃないですか、もう、はい、これもね、その極端じゃないけど、まあやっぱりちょっとでも太いですね、ちょっと太めです。やっぱりこういう、はい、あの太めなあれが、あの商品がやっぱり流行というかな。流行なんですか。これ同じウエストサイズですけど、これだけ違うね。あ、本当に。約1インチね。これはシュガーケイン。これがシュガーケインですね。これ一番新しい新商品ですね。はい。はい、これなんかかっこいいですね。ただ値段はこちらはちょっと高いですね。はい、あ、そうなんですか。うん。チノパンってだいたい値段の基本通が平均いくらぐらいですか。まあうちでやってるやつは1万、はいはい、あ、これが一応一番安くて11,800円。安く見えますね、はい、アベニューでこんなんじゃないすごく安く見えます、はいはい、これが一応17,800円、まあ、はい、はい、いいですね、安いですね。なんか次にご紹介したいのが、これがダルチザンですね。これ渋いですね。これが、あ、値段もちゃんと上がりますね。ちょっと値段、はい、ありますが、はい、でこちらと比べて、はい、まあ、一応ボタンになってますね。ボタンになってます。それから、はい、まあ、生地もいいけど、ちょっと洗いかけて、はい、すごいっすね、なんか雰囲気が、うん、それこそね、ジーンズみたいに当たり前出てるという、はい、ね、このジノパンかっこいいっすね、はい、生地も本当にいいっすね。これはこれだけなんか違う生地に感じるんですけど、うん、はい、塗っててもう手応えがあるもんね。あ、竹炭で塗って、はい、で、これはまあ、色はね、他の色もあるんですけど、 B って書いてあるんですよ、 B、はい、ベージュ、あ、ベージュなんだ、 B、 あ、自分で B、 B、 ほんと B ってなんか初めてこう B っていうのもう一つ小文字、はい、もう一個小文字でしたらもういいですよ、これ B、 はい、ベージュの B なんだ。そうですね、それからベージュしか履かなくなった。いや、俺もう自分のカラーに見えていた。俺これがいいもん、はい、いや別に買うとかじゃないですけど、このチノパン今これ最高、うん、はい、あ、このループの太さとか何かはこういうとちょっと違いますよね。細っ、やっぱり、はい、はい、あ、みんなそれぞれ違うんです ね、うん、ですね、これ、うん、全然みんな違うじゃないですか、うん、まあやっぱりそれぞれね個性があるというか、あれですね、これが一番新しいやつで、このループの太さで一番新しいやつ。だからこのトップボタンも違うでしょ。これな、え、トップボタンがこれ、あ、こういうのもあるんですね、意外に。あ、見たこと、昔の子供のズボンじゃないけど、いや本当見たこと、これ一番新しくて、はい、いやこれすごい。だからこれがダメだっていう人もいますね、中にいそうですよね、うん、ダメだって人もいます。ここがこのボタン、はい、はい、だからこれもはい、また話あっち行ったこっち行ったんだけど、はい、この太さがこれ全然違うじゃん、はい、あ、何これめっちゃ太いじゃん。え、そういう、あ、本当だ、うん、あ、後ろはまあ安定してますけど、はい、
こういうなんかあるんだ。下げたり何かってんでもないだろうけどね。下げるにしてもなんか、あとは持ち上げるとか、そんな、はい、そういう機能性を取ってここ太くしてるんですか。それちょっとわかんないですけど、あれも面白いですね、これはこれで。そうですね、まあ面白い、面白い商品ですね、ですよね、はい、まあやっぱり、いろいろ値段を考える。あ、でもこれちゃんとセルビッチついてますね。あ、セルビッチなんですかそれ。これ、うん、これセルビッチなんですよ。はあ、チノパンでもうついてるのはありますけど、はい、この辺があの同じ東洋の商品としても値段が高い理由の一つかもしれない。ついてますよ。あ、ついてんね、やっぱりね。ついてますよ、うん、はい、しっかりと、うん、はい、いいっすね、はい、やっぱり丈夫さが絶対違いますよね、ロックしただけのと。ああ、そうなんだ、うん、そうなんだ、うん、丈夫さが違うんだ。丈夫さが違う。今僕セルビッチ3本ついてるんです。あの誰よりもあのこれほら1、2とほらこれ3でほら僕これあの誰よりも丈夫なジーンズ履いてますからね。これ初歩的な質問なんですけど、はい、チノパンのチノってどういう意味ですか。確かにチノってなんですか、うん、あの、はい、まあ昔、はい、アメリカの西部の開拓の時に開拓とかないかって、レール鉄道を引いたでしょ、はい、その時に鉄、仕事に行った人が中国人が多かったんですよ。中国人が多かったの、はいはい、うん、労働者ね、はい、中国人、うん、はい、でその中国人の労働者が履いてたのがこういう、はい、こ、綿ギャバの、はい、パンツだったんですよ、はい、で、チノチノ中国人チャイナを、ローマ字読みするとチノでしょ。チノ、あ、チノみたいな感じ。チャイナ、チャイナ、チャイナ、そういうあれでね、チノ、チノっていう。で、そんな、そういう理由なんですか。で、一番最後、チノ、チノだけど、一番最後はあっていうのは女の人、一番最後は男は、あ、王は男なの。だから、アメリカ人なんかの名前も大体そうだと思う。はいはい、ティナとか、うん、ティナターナじゃない、はいはいはい、ティナとか、ティナとかね、うん、はい、一番最後、うん、イザベラとか、はい、いろいろマリアとか、はい、ああ、そっかそっか、女性、女性で王は男なんですよ、はい、それで要するに中国人の労働者のことチノチノってこういうのみんながこれ入ってたんで、はい、アメリカじゃみんなチノチノって言ってたわけです。それでチノパン、うん、じゃあチャイナパンツ、そうです、チャイナパンツをそっから僕らチノパンって言ってたんだ、知らないで。そう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 、うわこれ知らなかったっす普通に、本当にそう、チャイナパンツが、うん、まあ、そんな言ったら濁ってチノパンになってるんだ。そうそうそう、チノだから、いやたまげたな、うん、だからあれですよ、あのまあスペイン語では、はい、中国のことってないけど、はい、もう完全にその、まあ、チャイナだな、英語ではね、チャイナね、はい、チャイナだけど、うん、大体向こうはメキシコあたりの人が多かったでしょ、はい、昔、はいはい、だからやっぱりスペイン語がね、労働者とかないと、はい、多かったんで、やっぱりチノになっちゃったんですね。チノに、チノ、中国の労働者が入ってたんで、チノパンツ、いやー、チノパンツ、うん、うまい、うちらが今言ったらチャイナパンツですよね、普通に、はい、やば、ちょっとそれは意外な名前ですね、はい、そうですね、じゃあちょっとチャイナパンツ履きますか、なんかイメージが全然変わっちゃいましたよ、なんかチノパン、チャイナパンツって、はい、チャイナパンツ、ね、ちょっとじゃあチャイナパンツ、平野さんと僕で履いてみましょうってことで、大津履いちゃっていいですかね、どうぞ、はい、じゃあ行ってきます、レッツゴーでございます、はい、平野さん来てください、はい、はい、ってことで、あれこれもうすげえ近い、いやもうね、もう似合ってます、もう言ったら平野さんってよくチャイナパンツ履いてたから、だからチャイナパンツやめなさい、いやいや、なんでですか、チノパンですよ、チャイナパンツやめなさい、いやでもチノパン、でもこれ上ね、ちょっとあのダルチのこれ着たら、いやこれかなりいいですね、かっこいいこれ、かっこいい、これ44サイズですね、はい、いやすごい、これ似合ってますね、なんか平野さんがこういうなんか 上が高級なの着るとこれもなんか一気に高級感出ますね、はい、いいねこれね、いい男になってますよ、マジっすか、いきなり、はい、これも全然いける、すごい、でも、うん、うん、
すごい今まで履いた血の番です、はい、一番いいくらいこれ。でもこれ3本の中で一番安いんですからね。マジで1万1000円ぐらいのバズリクソンですよね確かね。すごいいいよ、はい、いい感じよ。いやだからねやっぱいいものはいいんですよねこれね。はい、いや安いって言ってもやっぱりね、はい、品物は悪くなるもん。そういいっすね、うん、いや確かに全然すごいいいっす。なんか上も下もいやこういう人すごいいるわ、はい、本当こういう人すごい、 いますよね。すごいもういやでも似合ってます。はい、はい、それじゃあ、はい、皆さん次の履きちゃいましょう。はい、はい、ってことでねこれがダルチザンの、チノパンの32インチですね。はい、めちゃくちゃ履きやすいというか、これ実はねもうね僕の欲しいリストにねこれね入れてね大野さんにねちょっと取っといてもらっちゃってるぐらいね、これ昔履いた時にすごい好きで、太いジーンズと太いチノパンが欲しいって言って最初に買いに来たぐらいなんで、はい、これがねもうめちゃくちゃいいです。似合ってんな、ね、これいいですよね。これ似合ってんな。あのねジーンズがね、ダメなとことかね、あのこの車乗っときはジーンズ脱げって言われた時に何履いていいかって言ったら今もうスウェットパンツしかないんでやっぱこうチノパンはねやっぱねあのよそ行きで1個持っとかないとダメでしょ。はい、ってことでねじゃあ平野さんのねチノパンに行きましょうってことで行っちゃいます。平野さん、はい、はいってことでね履いてますねチノパン。いいっすね。いやこれ今週の新商品ですよ。いいっすね。シュガーケインの、はい、いやなんかねやっぱ平野さんもチノパンが似合ってるからもうなんつうんだろう、あでもさっきよりでも太い太い太い、うん、太い、これ下までズドン系じゃないですかこれ。ズドンね、やっぱり一応今のえ、まあ、流行りやトレンドズドンなんすか。そうなんです。トレンドズドンなんだ今、うん、あーでもズドン、まあでもズドンでも、うん、これはこれね絶対見慣れてくる。あこの形がですか、うん、これがサイズ何ですか。36、言っちゃっていいの。36言っちゃっていい言っちゃっていいでしょう、うん、そうな次は34にします。34別に36で、あズドン系が何、ね、今来るんだこれから来る、ね、大野さん曰くトレンドがズドンらしいですね今、はい、まあ私はあんまり流行り物とやりたくないんだけど、はい、やっぱり婦人物ね、女性のレディーズね、はい、レディーズどうしたんですか。レディーズですよ、はい、はい、太いのあね見るでしょ、はいはい、太めのパンツ履いてる、うん、太めなんすか今、うん、太め、うん、これからなります。やっぱりねスキニーとか何かの反動ですよ。ああ、反動でみんなズドンになっちゃうんですね。そう、はい、流行りはそうですよね絶対。そいやいいっすね。じゃあちょっと平野さん、はい、ありがとうございました。じゃあ最後ちょっとあの、はい、番外編でダルチの僕が履いたやつを一緒にちょっと履いてみましょうってことで、はい、はい、行っちゃってください。はい、はい、どうですか。はい、ってことでこれダルチザンですね。いいっすねやっぱり。いや超ズドンですけど、すごい、いやこれでもズドンかっこいいっすよ今本当に、うん、トレンドになりますねこれ、はい、もう一個下でももう一個下でもいけたこれは。これ今36ですか。6ですね。いやでもなんかやっぱチノパンかっこいいっすね、はい、いいっすね。じゃあちょっと平野さん、この平野さんを見納めということではい、じゃあね、はい、変わりますかカメラ。じゃあ変わりましょう最後は。じゃあはい、ってことでチノパン買いでした。今ねやばいてるこれダルチザンのこれはね渋くてめちゃくちゃいいですね。本当にこれは最高だということで本当に今日はありがとうございました。あのデニムキングと平野さんとビビーでした。バイバイ。